おとも沼は、秋田県の白市にあるため池で、眼下も類の渡りの中継地点である。2010年3月25日に、農林水産省のため池百選に選定された。おとも沼は1617年1675年に、久保田藩主、佐竹義信の命を受け出若熊川組下を支配した、梅津正影、忠親子により考えようため池として造成された。 大羽本線東の城駅から約2キロメートル南側の丘陵のふもとに位置し、周囲にいまする米大川の水や沢の水を引き入れて貯水している。1998年には、県指定庁重保護区に設定された。眼下茂類の渡りの季節には観察小屋が設置されている。坂城氏はによると、お供沼は次のように記されている。 今のお供したより、旗折方面は、慶長以前、ぼうたる足原であったが、秋田藩主、佐竹義信が、開拓事業を、はじめ起こし、重心の梅津正影が20年間、養子の忠男が、その後38年間という親子2代にわたって、事業の推進を図り、現が4年より着手して、伝磁248丁部の開墾と、 その考えようとしてのお供ため池が造成されたものである。周囲一里マりあり、工事は遠方3年まで58年の長年月を要している。その当時は民家の数も少なく多くは漁業を制業にしていたという、高知開墾などの経験はなかったから働く人の苦労はもとより、梅寿司にとってまさに難事業であった。 この開墾は58年もの長年月を要したため、元来漁業を制御としてきた住民の中にはこれに、反抗したり、労働に参加しなかった人も出て、人身の統一には、非常に難儀をしたと伝えられている。現在の旗折神社には、梅津正影が祀られている、お友沼吉原からなる、豊かな湿地を有し、最盛期には10万羽を超える渡り鳥が飛来するなど、 自然価値の高い渡りの中継地点であるほか、ミサゴやオジロワシなどの絶滅危惧種を含む様々な生物の生息地でもある。このことから平成11年に東アジア地域岸カモ類重要生息地ネットワークに登録されている。年間を通じて数十種類の鳥類が確認されている。おヌマ沼おモヌ沼ため池環境調査おモヌ沼の概要ありがとうございます。